はい、おめでです。今日はね、まあ、個人的にやってたゲーム、去年からちょっとずっと結構ずっとではないな。ちょいちょいやってたゲームで、まあ、動画はほとんど撮ったことなかったんだけど、一回もなかったのか。ちょっとね、また一から新しく今やり直してるんで、ちょいちょい動画撮っていこうかなというふうに思って、まあ、将来的には今、目標は、私立馬、現実に存在する馬なしで、凱旋門取れたり三冠とか取れる馬を作りたいなと思ってやってるとこなんですけども、まあこれ1991年から始まってまだ序盤4年目なんですけども、強い馬っていうのがいまして、まあ実際にいる馬ですね、私立馬と言われる馬なんですけども、実際実際にこういう風に名馬列伝エリザベス女王杯やら京都大賞典やらいろいろ勝ってるね馬がいるんですよ、強い。で、こういう馬を、自分が育成したらもっと強くなるわけで、で、このヒシアマゾンって馬を買って、まあ、能力的にはスピード A、勝負根性まだ出てない、パワーは S プラスまで上がりました。で、賢さ S プラス、精神 S、柔軟性が S プラス、瞬発力が S プラス。で、成績としても、2歳の新馬戦で1位、2歳、新潟2歳ステークス1位、サウジアラビアロイヤル、なんだこれは、なんちゃらかんちゃらが1位で、アルテミスステーク、阪神ジェベナイドフィリーズがここで G1 初挑戦、2歳ので、その次、翌々週ホープルステークス、も出て1位、そして3歳になってチューリップ賞行って、桜花賞、牝馬3冠のうちの1つ桜花賞行って1位、オークス勝って、1回ここで放牧挟んでローズステークス、で秋華賞と、G1 でこれで牝馬3冠取れました。そしてエリザベス女王杯行って、香港行って、UAE で初めて負けて、東京ビクトリア、4歳になって、4歳で初めて負けたのか、初戦。で、2試合目は、ビクトリアマイル、日本に帰ってきて、G1 勝ちました。そしてアメリカ、ジャストアゲーム S、ステークスなのかな、もう1位。そして、キング&クイーン、はい、だっけ、なんかそんな感じの、英国三冠って言われるやつかな、確か。そんな感じのやつがあった気がする。それは勝てずに2位と。で、次、凱旋門、挑みます。できればこの凱旋門賞っていう馬で、自分の作った馬、自分の育成した馬で、勝つのが目標かな、一応この、俺の今勝手に個人的に動画とかじゃなくて、動画外でやってるゲームで、勝手にこれでやったらクリアかなっていうのを、一人でやってます。ただそれをちょっとチラチラ見せようかなと。いうふうに思ってて、凱旋門賞。まあ、この馬はヒシアマゾンっていう馬で、実際に存在する馬なんで、これはなしで。自分で作った馬。例えばこれとかは自分で作った馬なんですよ。決闘、サイデーサイレンスと、シルフィドを作った馬。カエの愛。10戦3勝。あんまり強くない。で、あと、サクラヤニ。この馬結構強いんだよな。ヘクタープロテクターと、アイドリーム、ドアドリーム。で、今2戦2勝。2歳新馬、桔梗ステークスで、アルテミスステークス。次出る予定かな。アルテミスステークス、そういえば、ヒシアマゾンも出てたよな。で、これ行って、阪神ジェミナイトフェリーズ、牝馬の戦いに臨んでいくのかな、2歳の。多分そういう感じになると思う。こいつはちょっと期待できる馬かな。健康 A、柔軟性 C だけどね、スピードが伸びてほしいね。ヒシアマゾンスピード A なんで。で、これでちょっと凱旋門行ってみようと思うんですが、一つ懸念点があります。調子が20丸に上がりませんでした。ちょっと、調教ミスったな。調子丸になっちゃって。で、投手は3なんだよな。そんなに投手もない状態ですが、果たして凱旋門賞勝てるんでしょうか。凱旋門賞、いよいよ凱旋門の発祥ですね。ヒシアマゾン応援しましょう。こいつはなんかようわからんやつです。2番人気。ヒシアマゾン見よう。どうだ、ヒシアマゾン。やれるんか、お前は。いいね、いい色だ。で、レイプロ。作戦は、おいでいいのかな？に、一番人気は？サシか。おいでいこうか。基本的にこれ、サシが強いらしいんだよ。おいでは、おいじゃ追いつかない可能性があるんですが、ヒシアマゾンで一番得意なのがおいなんだよね。サシでもいいけど、まあ、おいでやってみよう。で、一番人気に札つけとこうか。こういう感じでマークをつけれるんで分かりやすくなんだよね。フリーダムくらい強そう。あと3番人気は誰だ？3番人気はホーリング。これも強そうだな。
これをちょっと色つけておこうか。黒が1番人気、白が2番人気で、緑が俺ね。じゃあレース見よう。俺凱旋門賞取ったことあるな、普通にあるわ、前やってた時は。で今回また新しく1から始めたんで、一応確か引き継ぎっていうのができるんだけど、引き継ぎなしでも1から0から始めてるんで、こちらお金も0円の状態から始まってるんで、国際重賞競争をお伝えします。これめちゃくちゃ綺麗だよね。スタートしました。まあ、これは2020年版じゃないんだからね、ウィングポスト9、1900じゃない、2019年版です。2000年版今出てるけど、正直あんまりやること変わんないんだよね、基本的にこういうゲームって。古いゲームでも全然楽しめるからね。ただまあ2020年版だと結婚とかが復活したんだよな。早いね。3番人気の馬はちょっと先行馬、先行馬だっけ。黒は差しだよな。まあ追いなんで、基本的に一番追い込み型なんで、一番最後ですね。最後の方から後半にドーンって抜いていくって、さて果たしてそれができるんか。で凱旋門って確か芝が重いんだよな。俺はあんまり競馬のことは正直詳しくない、ゲームの知識しかないんで。基本的にあれだな、でも日本の、実際の馬で、凱旋門取った馬はいないらしい。確かオルフェーブルが2年連続2位が最高みたいな、確かそんな感じだった気がする。正直競馬はそんなに知りません。来い飛車マゾン、いけ。で前が思いっきり潰れてる気がするんだが、いけるんかこれ。前思いっきり、もうちょっと外いかないか。竹もうちょっと外いかないか。外いかないか竹。それもう無理じゃないか。確率に消えてない？あ、全然無理だ。走れ、飛車マゾン頑張れ。飛車マゾンどこ行った？飛車マゾン、大外から来てる。一番外から行け。外から上がってこい。あ、全然ダメだ。あ、全然ダメだ。2番手はシングスピールフリーダムクライ1着。あ、全然ダメです。全然ダメでした。差しの方がもしかしたら良かったのかもしれない。見事な勝利です。だからまあこれぐらいあのステータスでも勝てないわけですよ。5着。いやーこれ完全にミスったな絶対。あー、もう衰えてきてんのか菱アマゾン。そういうことか。そういうこともありますね。これはもうちょっといいや。菱アマゾン凱旋門賞取れず、まあ、誰かでね凱旋門を取りたいんで、凱旋門賞だけ動画上げようかなっていう風に思ってます。毎年、まあ、毎年誰か凱旋門挑戦するのか分からんけど、勝てそうな馬だなってなったら挑戦してみようかな。一応この歌は無敗で牝馬3冠取った馬なんで、そこそこ強いはずなんだよ。でも成長が早めなんで、もしかしたらもう衰えてるのかもしれないね。成長型早めって書いてるでしょ。この能力でも勝てなかったと。まあ、もしかしたら能力が衰えてるかもしれないけど、まあ、いつか凱旋門取ります。それだけです。バイバイ。まあ、ゆるーく、この動画は本当に俺の趣味をちらっと見せていく動画みたいな感じですわ。あんまり俺もこのゲームをめちゃくちゃやり込んでるわけでもないし、配合とかもそんなに詳しくなくて、ただ適当にやってなんか楽しんでるみたいな感じですわ。じゃあ、バイバイ。